コートプラスガントレットタイプのグローブ。本当はねダウンジャケットでね乗りたかったんですよ。なんかちょっとねおしゃれ、おしゃれじゃないけど別にファッションで気遣いたかった。まあ2016年になって早何日か、今日は平日です。平日休みです。今日たまにあります。もう今更明けましておめでとうございますとかそういう挨拶別にいらないでしょ。とりあえず今年もこうやって動画を撮ってみることにしました。もうバイクにはねすでに乗ってるんですけど、ここで左蹴って相変わらずだな。今年もグーグーこうちょっとヤフミのナビにしようか迷ったんだけどね。この間なやっぱり俺はお前だけだよグーグーこうって言っちゃったから裏道2016年になって、まあ、しばらく YouTube から離れてて、また今日からね動画見たりしてるんですけど、左どこ、ここググコは本当によく知ってんなこんな道。2016年ねこのまましれーっとこう動画をしばらく撮んないっていうのも面白いかなと思ったんですけど、暇だから撮ろうかなって、今日移動中の暇だから撮ろうかなって、こんな感じで申し訳ないです。相変わらずのこの適当な感じ。基本的にはそんなに動画に張り切らたくないので、誰かに向けて、世の中の誰かに対して何か俺が目的があるかは特にないので、そんな大層な人間じゃないから、世の中の不特定多数の方に向けて何か俺が目標としてるとか何か目指してるとか特にないです。個人的なのはありますけどね、自分の知り合いに対してどうこうとか、自分自身の思い出として残したいとか、そういう目標はありますけど、仕事じゃないんでねこんなの。まあお小遣い稼ぎたい人とかいるでしょう多分、そういう人はねもう頑張ってやったら全然いいと思いますけどね。俺そういうの別に今のところ特に考えてないんで、だって仕事、そうそう仕事といえばさ、なんか YouTube の動画アップロードしてる人とかで多分仕事の話来てる人いるでしょ。俺でも来てるからねこんな俺でもねなんか来るんですよ。今まで2件ぐらいしかないですけど来ました。この俺でですよ、この俺で2件ってことは相当来てますよ多分。みんななんか一緒にビジネスしましょうだとか、 YouTube を収益化してなんとかかんとかみたいな、両方スルーしましたけど仕方ですね。なんかたまに YouTube のチャンネルの概要のところでさ、なんかビジネスのメールのアドレスはこちらとか言って登録してる人いるでしょ。なんか仕事 YouTube で仕事したい人たちはなんかメールアドレスとか登録してるでしょ。俺別にそういうの登録してないんだけど、なんか YouTube のメッセージで来ました。あの俺にしか読めないメッセージが YouTube で送れるんですけど、それで仕事のなんか問い合わせみたいのが来ました。まああんま面白そうじゃなかったんでスルーしますけど、もし面白そうだなと思ったらやるかもしれませんわかんない、どっちでもいいや別に。報酬の値段じゃなくて内容で判断したいですね多分ね。みんなのところに持って行ってると思うよ、有名な人とかは。でもしかしたら人知れずもうビジネスこなしてんじゃないの。全然やりますよメーカーの皆さん、見てますかメーカーの皆さん、こんな扱いにくそうな俺ですらお話が来るわけですからね。恐ろしいですよね。もう山が見えてきましたねすっかり。俺は今どこに向かってるかっていうと初詣に向かってるんですよ。今さら初詣って感じなんですけど、まあいいかなって。でね、初詣って俺の中で神奈川県で初詣っていうともうぶっちぎりのトップ3があるっていうイメージだったんですよ俺の中で。一つは川崎大師っていう、川崎にある全国の参拝者ランキングでも多分トップ3には、日本でもトップ3に入るぐらいの人が来るところ
ところが川崎大師っていうのがあるんですよ。それがまず神奈川県でも多分1位じゃないかなっていう。2位がこれまたすごい 人出なんですけど、鎌倉市にある鶴岡八幡宮、これもねかなりの人ですよ。参道でまず参拝するまでにすごい行列でなかなか進まないっていう。あと鎌倉はそのロケーションがいいじゃないですか、和風な街でね、新年の感じで。あと初日の出も見に行けるし、俺もね高校の時とかそれの後とか男女の仲いいグループ何人かでよく鎌倉の八幡宮行ったり、ゼニアライベンテン行ったりして、で初日の出を海岸線で見に行くっていうパターンをよくやったりしてました。あとはね俺一人で、あとはね個人的にはサーフィンやってた頃はサーフィンしてる友達と、あの波待ち、夜が明ける前からサーフィン始めて、ふかふかね波を待ちながら初日の出を待つっていうスタイルもやったことあります。でもう一つ寒川神社っていうところがあるんですよ。それもまあ有名ですね。その鎌倉の鶴岡八幡宮とか川崎とかに比べたら少し落ちますけど、それでもかなりの人が来ますよ。だから神奈川県でいうと初詣ってどこってなったら多分その3つが浮かぶ人がほとんどの人なんじゃないかなって。俺は寒川神社にも何回もっていうか10回以上は必ず、確実に10回以上は行ったことあるんですね。鶴岡八幡宮も10回以上、もっとかな、行ったことあるんですよ。川崎はないんですけど、毎日バイク乗っててその横浜方面とか川崎方面寄りに行ってるんで、わざわざ休みの日の初詣でまた川崎の方まで行きたくないじゃないですか、町の方には。あと桜木町っていうか野毛のあたりにある伊勢山皇太神宮っていう神社によく俺は行ってたんですね。ちっちゃいんですけど、もう10年ぐらいはねその伊勢山皇太神宮によく行ってたんですよ。だけど今そのそっち方面で働くようになってからバイク通勤し始めて、もうその伊勢山皇太神宮に向かう道がほとんど通勤のルートとほぼ同じなんですよ。途中まで激にそっくりさんのレベルを超えてるぐらいに通勤ルートとその初詣のルートが被ってまして、せっかく休みなのになんか通勤気分になっちゃうからもううんざりだなと思って、で伊勢山皇太神宮もちょっとここ数年外してるんですよ。いつもだったらね伊勢山皇太神宮に行って坂を下ったあたりでやってるあのシシケバブあのケバブをねあんま美味しくないんだけど、年々なんかまずくなっていく、どんどんね原価を安くしているっていう不況の波を俺はケバブでね年々味わってたんですよ、この10年ぐらい。最初美味しかったのにだんだんなんか肉がしょぼくなっていくな、なんか具もなんか減ってきたなとか1年の楽しみっていうか、そのケバブの出来で自分今年の経済状況を推し量るっていうのが伊勢山皇太神宮の初詣の俺の中のね、あとリンゴ飴とかそれぐらいかな、その2つかな俺が買うのはだったんですけど、最近ちょっと伊勢山皇太神宮行ってないんで、ケバブどうだったかな、まだやってるかな、まあなんですけど、ちょっとそれも外したのでどこかなと思って寒川神社に行こうと思ったんですね、せっかくだから。川崎大師とか鶴岡八幡宮に比べたらちょっと逆サイドなので、普段あまり行かない方なんで久々に行こうかなと思ったんですけど、他にないのかなって思ったんですよ。箱根神社とかもね行ったことあるし、神奈川の初詣ってそのトップ3ビッグ3以外に何か有名なところでもあるのかなと思って調べてみたんですね、神奈川初詣とか言って。そしたら全然知らない神社が何個かあって、知らねえみたいな。でその中の一つになんかアフリ神社っていうのがあったんですよ。結構山の中にある神社で知らねえって思ったんですけど、結構人気らしいんですね。なんかすごい山の中なのに意外となんか歴史がある神社らしくて、知らないなぁと思って、なんか江戸時代とかはそこの神社に行くのが結構一つの観光的な憧れの土地だったとか言って、本当かなって、へえみたいな。でもそんな土地知らなかったから、アフリ神社とかちょっと意外でしたね。なんかちっちゃい神社だったら、あ、まあ知らないよなっていうのもわかるじゃないですか。人気だけど実は
実は人気だけど、ちっちゃい神社だったらあんまりね耳に入ってこないですけど、結構そういう歴史があったりとか有名でそこそこ大きそうな神社なのに知らないってことはよっぽどだなと思って。どこ右、あ、ここすげえどこで曲がれって言ってくんな。おい、あ、一個間違えた、一個間違えたよ、行き止まりじゃん。はい、すいません、はい、すいません、今ググコにめちゃめちゃ怒られてます。その先右方向で、その先言うてるのはその先右方向めちゃ怒ってるよ、ごめんな、解消がなくて。はいはい、その先右方向、分かってるよ、分かってる、うるさいな、ググコは住んでるだからな。はい、ここねはい、分かった分かった、分かってるよ、うるさいな。ね、それで神奈川県の初詣でランキングみたいなので上位に入ってくる来てて、歴史とか大きさとかそれなりにあるのに全く聞いたことないっていうか、新鮮すぎてマジでっていう、あんま神奈川のこと知らないな確かにっていうね、なんかちょっと気になったんで行ってみようかなと思って今回ちょっと選んでみました。だからこの辺ね全く分かんないんだよ俺、土地勘がない、全然。遺跡の発掘調査を行ってますだって、すげえ、マジでそんなとこなの、そうだね。あ、なんかやっぱ山に近づいてきたから急に寒い。いや本当はねダウンジャケットとか着たかったんですけど、俺別に振動とかそういうのはあんまりよく分かってないんですけど、一応一般常識というか一般的な知識として神様はあんまり汚らしい格好が好きじゃないって言うじゃないですか。だからなんか神社のお守りとかも1年ごとにね新しくしてお焚き上げして、また新しいの買って1年やってまたお焚き上げしてって、綺麗なものに取り替えていく方がお守りをずっと持ってるよりいいって言うじゃないですか。そうだから、あの普段ね見てくれ度外視であったかさ最優先した最重んあったかさ最優先にした時にダウン着てる乗ってるんですよ、ダウンジャケット。寒い、すげえ登ってるな、寒いな。下にタイツ履いて暴風パンツの下にタイツ履いたりして2倍履きしたりしてるんで、下とかはあんま寒くないんですけど、上もねそんなやっぱ手指がね手の指がねすごい寒くなっちゃうんですけど、それ以外はなんとかなりますよ、気合があれば。ただねダウンジャケットだと別に汚くはないんですけど、なんかパッと見が本当に防寒優先だから見栄えが良くはないじゃないですか、パリッとしてないっていうか。だから初詣なのでちょっとせめてコートぐらい着ていこうかなっていう、パリッとしてないけどね別にネクタイ締めるとかシャツ着てるとかじゃないけど、ワイシャツ着たりしてないけど、コートぐらいちょっと羽織ってパリッとしようかなっていう。おーおーおーおお、もうアフリ神社入っちゃってるけど、一応一礼して失礼します、お邪魔します。すげえな、しかし登るな、そんな上なの、特に調べないで来たからなんか合ってんのか間違ってんのかっていう不安のままの走ってるんだけど、俺そういうの結構好きなんだよな。お、それっぽい色と、あとそれっぽいなんか街並み、おなんかでも温泉街みたいな景色になってきたね。ちょっと検索しましょう。あのね、何が適当って、俺大山神社アフリ神社までの道じゃなくて、なんとかアフリ駅とかいうなんか駅のねナビにしちゃったんだよね。お、まだ上っぽい、すげえ登ってるな。でもこういうさ山の中とかさ山深い中だったり上がっていくことっていうロケーションがまた昔の人のことを想像するとね、険しいけどお参り感があって
歩いてね、一生懸命昔は道なき山を登ったんでしょうからね、それがまたその苦しみからのお参り感が高まるんじゃないのかな、昔の人は。やっと来たぜって、そんな麓でペロッと行けるよりね、豆腐こういうのを登ってったりね、多分当時もこういう宿とか多分茶店とかあったんじゃないの。だからレジャー、みんなが憧れるその行楽地みたいな、江戸時代の人たちが憧れるっていうのも分かる気がするね。今はこういう街並みだけどさ、当時を想像すると。へー、すげー、こんなとこあったの知らなかったよ俺。神奈川のみんなは知ってたの？俺が思ってたの5倍ぐらいなんかすごいな。一回聞いてこようか。すいません、バイクってどこですか？バイク来てください。え、マンション書いてあるの？え、車の中、マンション書いてあるの？ 車、 あの中で、車と同じ、うん、なんて言ってるか全然分かんなかったよ。なんかあのガードマンさんがこっち入れって、あれどっち？あ、こっち？こっちか。全然ちげえ。全然ちげえな。12時か。バイクは200円なのはいいとして、今ここでしょ。ちょっと待って、男坂女坂とかなってんだけど、ケーブルカーで行くの？マジで男坂を歩くと30分かかってると、女坂だと20分、でさらにこっからとんでもないところに来てしまった。駒参道、思ってたより20倍ぐらい立派な土地なんだけど、盛大な感じになってる。これケーブルカー登んなきゃ無理なんじゃないの。途中まで坂を登るかケーブルカーっていうのはまあいいじゃないですか。問題その後じゃない。これやばいな。歩いてもいいんだけどね。みんなケーブルカー見たいでしょ。みんなのためにね。みんなのためですよ。ここに来て急にみんなのためとか言い出す。仕方ないですよね。いつも自分のためにやってるんだとか言ってるくせに、これだけみんなのためとか言い始める。犬は怖い。おい、なんだこれは、大事じゃねえか。
私で来てしまったら、なんか大事だな。やべえ、チノワだっけ、初めて見たな。すげえ景色だな。食べやあぶね。よいしょ。せっかくずっとこんな感じですよ。